何やらあそこに展望台がありますね。ちょっと登ってみましょう。なんかアリがいますね。アリさんがなんか幼虫かなんか加えてますね。これなんだこれ、柱の上にね、柱の上になんか義堂ができてますね。あそこあれなんか木くずでねトンネル作って、あれ義堂って言うんですけどね、あの中をなんか移動してるみたいですね。あの木の隙間の中へ巣を作ってるんでしょうかね。すごいな、アリさんが引っ越し中かと思われます。なんかね繭というか幼虫ちゃんをね抱えて動いてますね。これ横綱刺し亀の幼虫ちゃんですね。だいぶちっちゃいな、生まれたてのバブちゃんかな。かわいいですね、刺し亀もこれぐらいだった一応。なんか大量の生命体おんやけど、これさ模様やと思うじゃん、遠くから見たら黒い模様ができとるように思うじゃん。でもこれよく見たら粒やねん、粒、中の粒。なにこれ、なんか動いてんねんけど、なにこの動いとんの、これダニ、ダニちゃうん、これダニやろ、これ大量のダニがおる。うわうわ、ほら見て、よく見た、下にもおる。うわ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 、えぐえぐ。これちょっとね指を近づけてみましょうか、これどうなるのか。うわうわ、指についた、指つきましたけども、特異で何やら体液を吸ったりとかいう行動は取りませんね。ちょっと慌ててね動き回っております。これダニですね。うわえぐ、ちょっと戻しておいてあげましょう。ここにさ、お戻りお戻りお戻り。うわやば、これなんだこれ、これあ、これ集合体恐怖症の皆さんごめんなさいね。これ大量のダニがね映ってしまってますけど、おびただしい数のダニですね。これやばいな、なんなんこれ、ちょっとこのダニはすごいな。こっちにもおるよ、こっちにも、すげえな、なんなんこれ。なんか害あるやつじゃないよなこのダニは。何のダニか分からへんけどさ、なんかねこれね、なんか展望台なんですけど、展望台のね一番上まで登ってきてね、なんかこうやって大量に集まってるわけですね。これなんか暑くて死んじゃった死骸が下にポロポロ落ちてますけど、なんか登ってきてるんですよこれ。やばない、何これ、なんか風とかでさ飛ばされるの待っとるのかな、風待ちかな、それともなんかここにやってきた生命体に取り付こうとしてるのか、鳥とかに。なんかダニですよねこれ、大量のダニがね何やらね展望台の上に集まっておりますね。これなんだ、危ない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 、どう反応する、うわうわ指ついた、なんじゃこれ、なんなん、謎なんやけど、怖かったわ、なんだこの塔、このタワーやべえよ。よく見たらね下にもダニがいますね、なんだこれ本当に。ちょっとねこのダニの正体は不明ですね。とりあえず害はなさそうですね。触ったとこ害なさそうなんで、まあ手出ししなければ大丈夫でしょう。